三岡さなえは、日本の女優である。本名同じ。一時期、城山道子と改名した。人気喜劇俳優、花火シやチャコの恋人役に抜擢された、初笑い寛永御前試合でデビュー、三空ひばりや片岡タ恵蔵の主演作の、脇役女優であったが、黎明期の成人映画界に飛び込み、若松光二監督の初期作、歪んだ関係、アメリカやイギリスでも公開された。 江さとの主演女優を務めたことで知られる。1935年1月5日、日本統治時代の朝鮮の形状府に、建築設計技師の水岡元へ、富夫妻の娘として生まれる。1941年4月、国民学校初等科に、同地で入学。1945年8月15日の第二次、世界大戦終結の前後に、日本に引き上げる。 1950年4月、千葉県千葉市にあった、新生高等学校、聖書学園高等学校に入学するも、翌1951年早々に、中途退学し、同年、東京都渋谷区代々木の文化服装学院師範課に入学、同校在学中の1953年、映画会社の新東宝にスカウトされ、第二期スターレットとして同社に入社する。 同年12月28日に公開された、斉藤虎次郎監督の初笑い繁栄午前試合に、出演、主演の花火師や茶子の恋人、やよい役に抜擢されて、映画界にデビューしたとされる。ただし、東京国立近代美術館、フィルムセンターの所蔵作品データベースによれば、 それに先立つ同年12月13日に公開された田中絹代の初監督作であり、第7回ンネ国際映画祭に出品された恋文に出演しており、三岡の名がクレジットに残っている。その後、次第に脇に回り始め、1956年いっぱいで東映に移籍した。東映では当初、東映京都撮影所に在籍し、 1957年1月22日に公開された加藤康史監督の時代劇映画、恋染浪人が同社での最初の出演作である。加藤康史の作品には、新東方時代に、逆襲大蛇丸に、すでに出演している。翌1958年早々に、東映東京撮影所に移動、以降、数多くの映画に、脇役、早役で出演する。 テレビ映画にも出演しており、1962年9月19日に放映された特別機動捜査隊第48回ダイナマイトではゲスト主演を果たした。同撮影所に在籍した6年間に分かっているだけでも出演作は60作を超えている。1964年1月28日に放映されたテレビ映画専用第18回。 悲しき再会にゲスト出演したのを最後に投影を去った。1964年4月に佐藤茂雄が設立した映画制作会社、鉄プロダクションが大英東京撮影所を退社した水野博を監督に起用して、成人映画、危険な人妻を制作、同年9月に公開されたが、三岡はこれに主演、以降、成人映画に転向する。鉄プロダクションでは、 同年12月に公開された、女はそれを待っているにも主演、元木宗次郎の死ねゆにモンドが制作、配給、元木が高木武雄の名で監督、同年10月14日に公開した、よう私ら斜面、同じく公開日不明の白い手袋の秘密に主演している。元木の、よう私ら斜面を、三岡の成人映画展行第一作とする資料も、ある。 日本映画発達史の田中淳一郎は、同社の中で黎明期の成人映画界の主な出演者として、大木町京子、立花の慶子、城山道子、内田隆子、香取玉木、新高恵子、松井安子、西明美、朝日陽子、香取小花村明子、森美佐、湯川美佐、水岡さなえ、道、かな子、有川二郎、里見浩二,見浩二、河辺治氏。 佐伯木秀を挙げているが、白山道子と三岡さなは同一人物であり、重複している。同年11月に後藤光弘が設立した青い映画が第一作として制作した赤い肌の門の監督に危険な人妻の水野博士が起用されて、片岡人氏の名で監督、同作の主演に三岡が起用され、同作は翌1965年1月。 青い映画が配給して公開された。三岡は同作をもって、白山道子と改名する。当時、三岡は中野区白山町に住んでいた。同じ頃、NHK 大阪放送局から青い映画に引き抜かれた西原銀一は、入社第一作として、劇場のハイウェイを監督しているが、当時の映林の削除基準を知り、急遽、当時としては短いわずか3日間の撮影期間と、 低予算で色地獄の制作を計画。白山は同作の主演に起用された。映林は同作を一般映画のサスペンス映画として評価、作品の評価も高かったが、成人映画として売り出したかったため困ったと西原は口述している。同作は同年7月に映林の審査を通過して成人映画にレーティングされ、同年9月7日に公開された。 城山はその後も青い映画で、水野博氏が片岡人志の名で監督した、ルテンの愛翼、西原義一が千葉隆氏の名で監督した、崩れる女の2本に出演、いずれも主演した。1966年8月に公開された、餌に出演したのを最後に引退した。引退時期に公開された最後の作品は、同年10月に公開された、女の鳥で、 人妻の秘密である。以降は、東中野でバーを経営していたが、1977年、小川金也が、小川和久の名で監督した、売れた夫人の乱れ先に、三岡さなえの名で出演している。同作は、同年6月28日に公開された。三岡が経営したバーは、2005年の時点で、経営者であった、高見夏子によれば、ある時点で、映画監督の小林悟が、 同店の経営を引き継いだという。その後の三岡の消息は不明である。2008年、アメリカでエサのフィルムが発見され、同年5月13日に DVD が発売された。女真珠王の復讐のポスター、1956年7月5日、公開。テントンのポスター、1958年11月11日、公開。クレジットはすべて、 出演である。東京国立近代美術館、フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。国立国会図書館蔵書等に見る書士である。ありがとうございます。